はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は和辻哲郎著道元です。作者和辻哲郎は1889年兵庫県に生まれました。哲学者、倫理学者、文化史家、日本思想史家であり、古事巡礼、風土などの著作で知られ、その倫理学の体系は和辻倫理学と呼ばれています。日本的な思想と西洋哲学の融合、あるいは思想とでも言うべき境地を目指した稀有な哲学者と評価されています。道元は1200年京都に生まれました。鎌倉時代初期の禅僧、日本における曹洞宗の開祖です。座禅している姿そのものが仏であり、修行の中に悟りがあるという禅の立場から、正法眼蔵などの著書を残しました。この書正法眼蔵は和辻哲郎ら西洋哲学の研究家からも注目を集めました。それでは本文をどうぞ。和辻哲郎、道元、朗読その1。この文章によって道元は自ら開いた曹洞宗の宗門を超え、日本思想の根幹をなす哲学者となった記念碑的な文献である。座禅の最重要性を説く正法眼蔵を正面から掘り下げ、日本人の精神生活の規定をなす仏教の普遍性を考察する。和辻倫理学の集大成、日本精神史研究の核心部を大きな活字で独立させる入門書、和辻哲郎道元。1、助言。自分は沙門道元の人格と思想とを語るにあたって、最初にまず自分が禅について門外漢であることと、ただ単に道元に対する驚嘆を語るに過ぎないこととを断っておきたい。自分はただ自分が彼の真面目と感ずるところを書き表すのみである。それによってある人々のうちに、我々の祖国が生んだ一人の偉大な宗教家への関心を呼び起こし、我々文化の本質がこの種の宗教家を考慮せずしては正しく理解せられるものでないことを明らかにしうれば、自分は満足する。が、ここに問題がある。1、禅について門外漢であるお前が、特に座禅を力説した道元を理解するということは可能であるか。自ら推し量らずして高きもの深きものを捉えようとするお前は、卑怯その高きもの深きものを低くし浅くするのではないか。2、またたとえある程度に理解し得たとしても、偉大な宗教家の人格とその権限した真理とを文化史的理解に奉仕せしめようとするとは何の意義であるか。一切のものの根底としてある宗教の真理が受け入れられた時に、文化史的理解が何であるか。総じてお前の世の知恵をもってする一切の理解が何であるか。お前がもし宗教の真理を得たとすれば、お前は苦境に達したのである。人類のさまざまな迷いや願望や喜びや苦しみ、それを通じて過去の人類の道を見出そうとする文化史的理解のごときは、もはや何の用もない。する心を保っているとすれば、お前は卑怯宗教の真理に触れていないのである。この二つの講義は確かに正しい。しかしそれが正しいことは、直ちに自分の労作を無意義にするものでない。自分はこれらの講義に対しておのおの答えるところを持っている。もし道元の真理が純粋に
直伝さるべきものであるならば、何故に彼はその多量な説教の書を書き残したか。言うまでもなく彼はそれによって彼の真理を伝えうると信じたからである。彼自身は修行の際に語録を読むことをやめて先進に他座した。しかし他座を重んずることは言葉による表現と配置するものではない。邪視に惑わされている者のために仏家の正法を知らしめんとして彼は正法現像を書き始めた。また樹に作らずとも心に思わんことを書き出し、分筆整わずとも法門を書くべきことを説いて、利他にも聞こえたらば道のためには大切なりと言い切った。しからば後うる者の側においては一切の論理的表現もまた可能とせられているのである。しからば我々は彼の説教書を読む場合に、いかにして彼の真理を浮くべきであるか。彼の指示するところによれば、直下上等の道は三思問法と工夫座禅とである。今我々は彼の著書あるいは語録を読んでいる。そこに行と行との間に彼の強い人格が役女として現れている。すなわち我々は彼に参ずることができるのである。そうして我々が彼に法を問えば、彼はその残した言葉の範囲において我々に答える。が我々はこの言葉を理解しうるために工夫し座禅しなくてはならない。よろしい、我々は座禅し瞑想する。草庵儒家を選ばない彼の精神より言えば、それが禅道であると我々の書斎であるとは問うようはない。かくして我々は現在の禅寺と禅僧とに、不浄なる寄付によって建てられた寺院と同等の建立に不信し、あるいは政治家資本家の都合よき師となり、あるいは仏教学に秘伝と努力するごとき僧侶とに近づくことなくして、三思問法をし工夫座禅することができる。現時の禅宗の門にいることが必ずしも道元の真理を受くる唯一の道ではない。あるいは語を強めて言えば、現時の禅宗の門にいることはかえって道元から遠ざかるゆえんである。なぜなら道元を宗祖とするある宗派においては、今はもはや真理王国の樹立を唯一の関心事とせず、巨大なる道等の建立と官庁なる者の選挙とに力を尽くしているのだからである。聞くところによれば、かつてその官庁であったある僧侶は近代まれに見る高僧であったそうである。おそらく彼はその座禅工夫によって大悟徹底した人であろう。したがって彼が宗教家にとって極めて太刀であるべき現代にあって、道等建立というごとき官事業にその勢力を注ぐことは、あるいは彼が五分をも要しない簡単な勤王のために少なからぬ報酬を要求することは、この種のことは彼の意思ではないかもしれない。しかし彼の近似の者がこの種の承認的態度を持って一種の記者を強要するとすれば、彼はその責めを負わなくてはならぬ。すべてこれらのことは彼の体得した真理の流露であろう。しかしここに体得せられた真理が道等の建立に不信することを抱きし、実際の罪欲を排斥した道元の真理と同一であるはずはない。いかに彼が高僧であったにもせよ、我々は彼に近づくことによって道元の真理を遠ざからなくてはならぬ。道元の真理を受くることを関心事とする以上は、この種の僧侶が高僧であるところの現時の寺院には近づいてはならない。しかしながら三思問法と工夫座禅とが門外にあって可能であるとしても、それは直ちに我々が道元の真理を受けうるということにはならない。
我々は道元の説くほどの強烈な覚悟を持って真理に身を投げかけているか、彼の説くほどの強烈な決意を持って工夫し座禅しているか、これのみが我々の体得の真偽を決定するのである。道元の言葉を論理的に理解することはさほど困難でない。しかしそれを体得することは道元の深さに比例して難しい。自分は正直に白状をする。自分はまだそれを得たという確信に達していない。しかしこのことは門外にあって、彼の道を得ることが可能でないという証拠ではない。自分がそれを得ないのは自分の覚悟が足りないからである。それを足りさせる方法はただ自分の内にのみあって、門内に入ることにはない。しからば門外にあって彼の道を得ることは覚悟一つで可能である。和辻哲郎著道元朗読その1。